イルル特撮コモイエーイ。タタです。タタです。サミです。はい、ということで本日はこちら、仮面ライダージョーに登場する仮面ライダーガイムのライドウォッチを紹介していきたいと思います。イエーイ。いや、このジオのね、ライドウォッチめちゃくちゃ種類あるので、もうたくさんね、弾けて嬉しいです。たくさんだ、たくさんで言うんだ、たくさんじゃない。ということで、今回はこの双子とかも大好きなカメライダーガイム、弾いていきたいと思います。はい、はい、まず見た目、バババーン。はい、こちらです。青とオレンジがメインになってますね。ここにエンブレムと放送されていた都市が書かれてて、で、よいしょ、はい、カチッと回すとこのガイムのお顔が現れます。オレンジですね、めちゃめちゃ。はい、こんな感じでございます。オレンジアームズってやつですね。すごいなんか派手派手やな、色が。渋いです、とっても。じゃあ音声聞いていきたいと思います。はい、いきます。じゃあ次は、軸ドライバーにつけて音声聞いていきたいと思います。はい、はい、それではジオのライドウォッチをつけて変身させた状態からやっていきたいと思います。いきます。ジャバンって感じ、感じいいですね。はい、じゃあ、この流れで、必殺技の音声も聞いていきます。はい、言ってた？言った。あのスカッシュって聞こえた。なんか、果物的なことなんかな。面白い、いいですね。いいね。はい、ガイムはこんな感じでした。はい、ということで本日は仮面ライダーガイムのライドウォッチを紹介しました。次回もお楽しみに。バイバーイ。